こんにちは、青い彗星です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はですね、タイトルにもあるんですけども、毎月ですね、ゴールド市場 .com さんというところで1オンス銀貨をですね、まあ定額でですね購入しているんですが、その分がですね、今月分が届きましたので、開封していきたいというふうに思います。で、今回はですね、2枚購入したんですが、1枚はですね、まあ、あの特定の、まあ、指定して購入したんですけど、もう1枚はですね、ランダム銀貨ですね、何が届くかわからないというやつをですね、購入しましたので、まあ、私自身もですね、どんなのが入ってるか、ちょっと今から開けてみないとわからないということで、実際にですね、開封していきたいというふうに思います。それではですね、早速ですね、開封していきたいと思います。はい、ということでですね、今回購入したのがですね、こちらの2枚になります。でまず指定して購入したのがですね、こちらですね。はい、イギリスのですね、チャールズ3世戴冠式記念1オンス銀貨というもので、2023年のですね、まあ、一番直近の新しいやつですね。ミルクスポットとかも少し見えるような感じですけど、これが裏のデザインで、表が、チャールズ3世ですね。ちなみに23年のですね、これブリタニアですね、の銀貨。これにもチャールズ3世書かれているんですが、まあこっちは何もですね、冠かぶってないやつ。で、こっちはですね、まあ戴冠というかその、冠をかぶっているバージョンということで、まあ今後もですね、多分こういう冠かぶってるチャールズ3世出てくると思うんですけども、まあせっかくなんでですね、こういう戴冠式の記念コインということなんで、まあ、1枚ぐらいちょっとですね、購入しておこうかなということで購入してみました。こちらの値段がですね、5032円ということなので、まあ、この僕が買ったあたりのですね、銀貨、1オンス銀貨の大体一番下の価格が4700円ぐらいだったので、まあ、それと比べたらちょっとだけ高い、300円ぐらい高かったかなというような形になります。はい、ということでですね、まず1枚目がこちらのイギリスのですね、チャールズ3世、戴冠式記念の1オンス銀貨になります。はい、そして2枚目ですね、こちらが、ランダム1オンス銀貨ということで入っていたんですが、2022年のですね、ブリタニアですね。はい、まあちょっとケースが入ってないっていうのもあるんですけども、相当汚れてるですねめちゃくちゃ汚いですね。もうミルクスポットがもうだいぶこうね、外側ほとんど入っちゃってますよね、白いのがね。まあこういう多分ね、質が悪いやつとかを安くですね、まあ、ランダム銀貨の中に含めて、販売してると、まあ、在庫処分してるという形だと思うんですが、で実際ですね、これがどれぐらいの価格なのかですね、ちょっと調べてみたいと思います。はい、こちらですね、ちょっと実際にですね、ゴールド市場 .com さんのこの2022年のブリタニア銀貨のですね、価格を調べてみたんですけども、5965円で販売されていましたので、今回このランダム1オンス銀貨ですね、4749円で購入したので、まあ、5965円との差額でいけばですね、まあ、1200円ぐらいはですね、まあ、お得に購入できたのかなという感じではあるんですけど、まあ、非常にこう状態はですね、まあ、悪いものがですね、もう送られてきたということではあるんですが、まあ、まあその辺はお互いこうウィンウィンという感じなのかもしれないですね。実際に買うと高いのを安く買えるというのがまあ買い手のメリットだし、まあ、売り手としてはですね、ちょっとミルクスポットとかめちゃくちゃ出てて、まあ通常だとちょっと販売できないようなものをですね、在庫処分すると、安くで処分するというような形になると思うので、まあ、今後もですね、やっぱりこうランダム1オンス銀貨はですね、まあ、一番安い、結構安いので、まあ、積極的に購入していってですね、今まで自分が持ってないやつとかもね、とか年代とかも古いやつとかも時々入ってる可能性もあるかもしれないんで、まあ、そういうのはちょっと買っていきたいなというふうに思います。まあでも今回ですね、もしかしたらそのね、ゴールド市場 .com さんがね、そうやってわざわざやってくれたのかもしれないですけど、このエリザベス女王2世と、チャールズ3世がですね、それぞれまあこうやってね、1枚ずつ入ってるみたいなことはもしかしたら意識してですね、入れてくれたのかもしれないかなというふうには思っております。はい、ということでですね、今回は、この2枚ですね、トータルで言うと大体、送料込みで1万円弱でですね、この2枚、平均で1枚あたり単価5000円という形にはなるんですけども、
今後もですね、定期的に、まあ、1ヶ月に1回ですね、まあ、今の銀相場だと大体やっぱ1枚4700円とか5000円ぐらい、運賃込みで言えば2枚で1万円ぐらいになるので、まあ、引き続きですね、毎月1万円ぐらいで2枚ずつこう購入していくような形でですね、定期的にこうコツコツ、一応銀貨もですね、買い増していきたいなというふうに思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。